どうも、うずです。今回はちょっと久しぶりにスマートフォンの話したいと思うんですけれども、スマホ、Xperia の話でございます。ただね、しばらくね、ハーウェイのスマホはちょっと注目して最近見てたんですけど、 Xperia をすっかりね、見ていなくて、で、先日 Xperia XZ2 プレミアム発表になって、夏発売でしたっけ、2018年夏発売予定ということらしいんですけど、その前の機種という意味で Xperia XZ2 と XZ2 コンパクトっていうのがあったので、それはもうすでに発売しているものだとちょっと思っちゃってました。まだですね、ほんとちょっと Xperia なんだかよく分かんなくなってきちゃった最近で、今言った Xperia XZ のベースのものとコンパクトも確か5月発売予定って書いてあったかな、サイトとかだと。春先の機種みたいなんですが、今回発表された XZ2 プレミアム、何が違うのかってちょっと見たら、カメラの性能なんですね、まずは。で、ノーマルの XZ2 に比べて、 XZ2 自体がね、カメラの性能非常にいいものなんですけど、それに対して夜間撮影、暗いところの撮影がかなり強くなったということで、ソニーでは初めてのデュアルカメラ、センサーも2つだね、搭載しているということです。カラーセンサーとモノクロセンサーを装備していて、中央の位置にあるんですけど、それでその2つのセンサーを使って集めた情報をリアルタイムで演算してくれて、その暗いところのね、シーンとかで最適化してくれ、綺麗な写真を作ってくれるそうなんです。すごいね、技術がね。これソニー得意だね、こういうのね、さすがです。そのカメラ機能、カメラの性能がノーマル版より良くなってるという話でございます。で、もう一つ大きい違いが、Xperia XZ2 コンパクトは18:9っていうディスプレイの、ちょっと縦長なディスプレイを採用しているんですが、プレミアムに関しては16:9、従来のスマホで使われていた標準的なアスペクト比っていうんですね、そのサイズを適用したスマートフォンになってます。だからここがなんで XZ2 でね、最近流行りのすごい縦長な画面にしたのに、普通の画面、今まであった画面に戻しちゃうのかなっていうのはちょっと気になるんですけど、なんかあるんでしょうね。その代わり、そのディスプレイはすごい性能が高くなっていて、撮影に関しても、これもちょっとカメラの話になっちゃうんですけど、撮影に関しても 4K 動画での HDR 撮影ができるということで、 4K 動画 HDR 撮影および再生をその一機種でできるっていうのは世界初らしいです。すぐ出てきちゃうでしょうけど、他の機種でもね、そういった形で、またスペックの向上大好きですから、日本の製品売れるかどうかはまた別な話になるんですけどね。そういった形で Xperia XZ2 プレミアム、かなり高性能なスマホが夏登場予定でございます。で、基本的なプロセッサー、スナップドラゴンの845を採用ということで、かなり性能高い CPU なんですが、このあたりは XZ2 は全て共通で同じものを使っております。あとはメインメモリに関しては XZ2 と XZ2 コンパクトは 4GB なんですが、プレミアムに関しては 6GB を採用ということで、ここもちょっとプレミアム感は出してます。で、最近のスマホではもう標準機能の指紋認証に関しては、XZ1 の時は側面だったっけ、指紋認証が変わった位置にあったんですけど、 XZ2 に関しては3機種とも背面での指紋認証に統一されております。そんなとこですかね。細かい仕様はね、いろいろ違いあるんですけれども、あと今回その仕様とか性能に関して一番話題になったのが重さなんです、重量。2ちゃんとか、ネットでこうよくね話題にする人たちなんかだと、その重さが話題になっていて、XZ2 プレミアムはなんと重さが 236g。 これあんまり普段ね、スマホの重さを気にしてない方がいると思うので、参考に、iPhone10、 昨年末発売した iPhone10 の重さって 174g なんですよ。すごく軽い。で、 iPhone の中では比較的大きな iPhone8 Plus、 これが 202g ということを考えると、そのソニーの新型のプレミアムは 236g っていうのはやっぱりちょっと重たい部類に入ると思います。で、これで重すぎるよ、誰がそんな端末使うんだとか、性能云々より重さもっと軽くしろっていうコメントがね、結構あるんですけど、ネットの中で。これはね、ちょっとね、違うかなって私的には思うんですよ。確かに人気シリーズの Galaxy S8 も S8 Plus に関しても 200g オーバーなんて重量は持っていません。でも私が使っているのが iPhone 7 Plus です。だいたい 200g ぐらいってことか、これが。そのカバーなしのね、フラットな状態だと。ただ、私個人としては、これ軽すぎてなんか嫌なんですよ。
で以前バッテリー付きのカバーをつけてた時はそれこそ重量も 300g ぐらいいってたのかな、かなり重たいバッテリーつけて使ってたんですけど、その時の方が持ちやすかったし持ってる感が出たんですよ。で今でもそんな重たくないんですけど、やっぱりカバーを常につけてちょっと厚みを出して持ちやすいような形で使っております。だからね、軽すぎるっていうのはちょっとね嫌な人もいるんじゃないかなと思って。でしかも 236g でしょ、そんな重たくないってどんだけ非力なんだよねそんなんでね気にしてたら未来人がということもちょっと言いたかった動画でございます。ただね、もうエクスペリアの新型が出るからってね、どうなんだろうね。エクスペリアはエクスペリアでシリーズとしてはもう結構完成度が高くなってるスマートフォンなので、今更ねカメラの性能すごく良くしましたとか、まあ、スナドラの最新版のハイグレードのやつ積みましたとか、もう別にいいんじゃないかなってちょっとねおっさん的な発言をしちゃうんですけど、あダメだダメだこういうねガジェット系の動画やってる人としてはね、あの新しいものが出たらヤッホーっていう感じになんないといけないんだもんね、いけないんだもんねっておかしいけど、もうなんかね最近思うんですよ。ちょっとその新しいガジェットが出るツールが出るって言っても、だいたいエクスペリアとか iPhone ってもう長いもう結構歴史作っちゃってるじゃないですか、そのガジェットとしては。で特に目新しいものも最近ないですし、そんなにね林立てるほどのものじゃないわけで、それでなんかねこうウキウキするっていうのも変な感じがして、まあ素で話そうかと思うんですけど、なんか愚痴っぽくなっちゃうからやめよう。はい、そんなわけで今回はエクスペリアの新型 XZ2 あと XZ2 コンパクトが、もうそろそろ発売するよっていうところと、あと XZ2 プレミアムが夏ぐらいに発売するんじゃないのっていう話をさせていただきました。まあ、現状 XZ シリーズを使っている方は今使っているエクスペリアで満足されていると思うんですけど、それ以前のモデルを使っている方はあのこの機会に買い替えを考えてもいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで緩くあのガジェットの情報とかを自分なりの話でひたすら喋り続けている YouTube チャンネルになります。初めてこの動画を見たという方はぜひ他の動画もチェックしてみて、気に入ったらチャンネル登録の方をお願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。初期の頃のね、初期の頃のエクスペリアって本当ね、ひどかったんだよね。覚えてる？みんな。すごいもっさりしてて、動きも悪くて、なんかフリーズも多くて。進化したもんだよね、アンドロイドスマホ。